皆さん、こんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル。今日の担当は伊藤彩沙です。よろしくお願いします。さあ、今回はすごい黄色い、スタジオでお送りしているんですけれども、久しぶりの、ね、響スタイル、お家じゃないバージョンでございます。はい、今回はね、見てお分かり、分かりますか？私ちょっと今日はね、動きやすい服装で来ました。今日挑戦する企画はこちらです。少女歌劇デビュースターライトの曲いきなり踊れるかチャレンジ。普段ですね、私はですね、スターライト国組としてライブだったり舞台で、曲を披露しているんですけれども、もうたくさん曲が増えてきまして、もう本当になんだろう、よく踊っている曲もあれば、最近はちょっと踊ってないよという曲もあるので、こうランダムで流れてきて、踊れるのか、ちゃんといきなり踊れるのかということを、検証していけたらなと思います。まあそうですね、最近ちょっと運動する機会がもう何ですか、全然なくなっちゃったので、これを機に運動できたらなという思いも込めて踊っていきたいと思います。 ちゃんとね、準備運動もしなきゃ。ちょっと見ている皆さんも、もし踊れるよっていう方がいたら一緒に踊ってみてくださいね。結構踊ってますからね。あー、大丈夫かな、心配だな。あ、ドキドキ。ま、ちょっとお手柔らかに皆さんよろしくお願いします。それでは早速いきましょう。ミュージックスタート。なんだろう、あ、それはわかる。それは歌ってる。マイク、あ、違う、こっちだ。これ右と左がね、結構難しいんですよ。このね、ディスカバリーは一回間違えると戻れない。本当に好きです。どこ振りに行こうよ、イエーイ。ディスカバリーは踊ってるから、もうよく踊っているのでバッチリです。結構ここがね、こっちだったかわからなくなること多いから、よかった、踊れて今日は。よし、じゃあ次の曲も行ってみよう。何かな、え、やばい、2番だ。はい、2番、受け継いでいく。あ、2番やばい。これはと、すごい、きっかけがすごい。でもサークルもね、よく踊ってるんですよ。これもうものすごい勢いで後ろに下がっています。あ、踊れました、よかった。サークルもですね、なんか舞台の時にユニットで、あ、ちょっとぜいぜい言ってきた、2曲目なのに、ユニットで踊るね、ターンがあった時に、私サークルのメンバーだったので、結構踊っている方、メンバー内でも踊っている方だったので染みついてた、よかった。突然2番来ることあるから要注意、要注意。2番の振り付けとかね、なかなか見れる機会とかないかも、だからちょっとレアかも。よし、じゃあ次の曲いってみよう。これ1番だな、恋は太陽。手をつない、歌ってるわ。あ、回らなくてよかったっけ、やばい、ちょっとあやふや、回るっけ、あ、手つない。しかも私こっちにいる。やばい、一瞬で終わっちゃった。あー、恋は太陽でした、今のは。これは不意打ち、
そうです。恋は太陽はね、双葉と薫子の2人で歌っている曲なんですけど、この振り付けがすごく可愛いんですよね。この足が可愛い。恋は太陽は2番の方が得意なんですよね。得意とか、得意ってなんだって感じですけど、よく踊ってるからかな。さあ、ぜいぜい。よし、じゃあ次の曲、行ってみよう。これは、どっちだ。国語2番だ。2番、やばい。この劇場はホットする場所じゃなくて宝石集めの合ってるか。これはすごい引っ掛けですね。急いで階段を降りる。ここから降りるとこまではなかった。これ1番か2番かをまずとっさに判断しなきゃいけない。これは結構難解なチャレンジかもしれないですね。さあ、ちょっと踊れた。ちょっと踊れたよ。結構このギャングスターっていう曲は4人で踊ってる曲なんですけど、歌って踊ってる曲なんですけど、なんかセクシーな振り付けが多くて、なんかそのバーレスクみたいな感じの、これを本当に初期からやってる曲なんですけど、もう最初の頃のとかを特にもう全然そのなんかセクシーさが出せなくてすごいもうなかなか苦戦した曲ではありますね。そうそう、なんか腰とかね、こういうとことか頑張った気がします。じゃあ次の曲いってみましょう。お、2番だ。乾燥ダンスだ。これ大丈夫か。これもすごい引っ掛けだ。引っ掛けでした。まさかな。これ、このね、この乾燥のダンスを一人で踊るのが一回しかやったことなくて、京都でやった都プレミアムライブで一人で花咲く歌を歌わせていただいた時に、つけてもらった振り付けだったので、すごいレアです。とっても。踊れてよかった。ちょっと踊れてたかな。ね、そうなんですよ。回ったな。よしよしよし、花咲歌でした。アニメの6話ね、見てください皆さん。じゃあ次の曲いってみよう。あれでしょ、きらめきのありかですね。2番だ。重い、あ、やばい、どうしたっけ。結構この曲メンバーの中でも難しい曲ランキング上位かもしれない。どっちだっけ。ちょっとなんか、なんか盆踊りみたいなことしちゃった。この手がこっちかこっちかとかね、大事ですからね。多分こっちだな。きらめきのありかでした。結構難しいというか、久しぶりにやるよってなった時に思い出すのに結構苦戦する曲であります。あ、こう、そうなんですよ。結構その音はめがね、難しかったりするので、ちゃんとリズム感を、リズムをとって、
踊るのがポイントです。はい、ではまあぼちぼちいい調子でしょうか。じゃあ次の曲いってみよう。あ、やばい、2番だこれ、ちょっと違うちょっと待って、やばい、1番の振り付け踊ってたやばい、絶対1番の振り付け踊ってた。ここね、9人でやるといい振り付けです。1人でやったら面白いシュールかもしれない。こう急に並んでなんかこうやってなんか花一もめみたいな感じのことしてるんですけど、そこがね可愛いんですよね。あー、1番2番トラップあったな。2番の方が緩やかな振り付けでした。はい、よし、次の曲カモン。お、もうこれはもう一番歌ってると言っても過言ではないあの曲ですね。みんなも一緒に。実はここ、こうやってるメンバーが多いんですけど、実はフリーという豆知識です。ここから振り付けが始まります。みんなで輪になって、私はレ。ここのタイミング間違えると大変なことになります。君に歌ってないからマイク言わなかった。やばい、なんだっけ、ちょっと後で動画確認しよう。そういう時ありますね、ほんとど忘れして頭真っ白になっちゃう。いやー、一人だとすごい分からなくなっちゃいますね。みんないるとあれだけど。さあ、ということで、多分歴代最多数歌ってきたであろう星のダイアローグを、歌わせていただきました。舞台でも歌ってるし、ライブでは絶対歌ってるしっていう曲なのでね、もう体に目をつむっても踊れるはず。ちょっとさっき間違っちゃったけど、ちょっと分かんなくなっちゃったけど、はい、そんな感じでした。ではラストの曲になります。いってみよう。ラストないんだ。あ、これ最難度。幕が開けて、あ、強くなる。来るよ。しかも歌ってるからやんなくてよかった私。存在が待っていました。このね、もう多分今のところスターライトの、楽曲の中で最難度なのではないかというか、スピードと速さがやっぱねすごい曲がまさかのラストにやってきましたね。ここのね、ここの振り付けがもう本当にみんなでいっぱいいっぱい練習したステップなんですよ。もう一番がやっぱでも一番すごいかな。一番と感想が本当に激しいんですけども、あそこの B メロのね、もうここら辺からすごいことになるので、ちょっとなんか映像で見る機会があればぜひ、ここね、ちょっと皆さんもぜひ練習してみてください。ここ。さあ、ということで、いきなり踊れるかなチャレンジ終了。いやー本当に私はダンスがその得意とは言えないんですけれども、やっぱ踊ることはすごい好きなので、なんか前世占い行った時に前世はリオのダンサーだったと言われてたので、やっぱ多分踊ることが好きなんですよきっと。だから、まあ、こうやって響きスタイルでダンスすることができて嬉しかったです。みんなもぜひね、ランダムのダンスチャレンジやってみてください。
ではでは、ここでお知らせがあります。まずは一つ目、今、スタリラ内ではですね、青少の9人が活躍するイベント、再演別れの戦記が開催中です。スタリラのリリース時から登場している騎士将の舞台少女をテーマにしたシナリオが読めちゃいます。あらすじはこちら。特別公演での別れの戦記再演に向け稽古に励むカレンたち、大好評を博した初演のプレッシャーを跳ねのけ、さらなる最高の舞台を作り上げることができるのか。マヤとカオル子のダブル主演で送る美しき別れの物語開演ということで、スタリラをやっている方はね、まあ、一度は見たことがあったり、もちろん持ってるよっていう方もいらっしゃるかなって思う、あの衣装のカオル子のシナリオがどんなものになっているのか、皆さんお楽しみに。今ログインするとですね、3000スタージェムももらえるので、皆さんスタリラでぜひ遊んでください。そしてもう一つお知らせです。ミニアニメバンドリガルパピコ大森が毎週木曜日22時から生放送番組バンドリ TV ライブ2029にて放送中です。さらに2週間限定で YouTube バンドリーチャンネルでもアニメ本編映像のみも配信しています。バンドリー TV ライブ2020を見逃しちゃったという方も、もう見たよという方でも、配信期間中だと何度でも楽しめちゃいますよ。放送情報などの詳しい情報はガルパピコ公式サイトをご覧ください。大盛りになったガルパピコもぜひぜひ楽しんでくださいね。はい、ということで今日の動画はここまでです。この動画が良、かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。このチャンネルは響きの誰かがどんどん更新しているので、ぜひ楽しんでください。ではでは、今日の担当は伊藤彩さでした。バイ彩さー。